演武開演。いただきます。青味噌の風味がさっぱりしていて、小松菜はシャキシャキしていて美味しかったので、蒸し鶏がちょっと地味だったのが残念でしたね。というわけでもちゃんぽんスープさせてね。ご視聴ありがとうございました。コメントしてないのと嬉しい。全部変パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。